ただいま。おかえり。みんなこんばんは。ただいま。おかえり。おかえり。こんばんは。ただいまの人ばっかじゃん。おかえり。いきなり始めたからね。しかもなんか YouTube のやつが意外といきなり終わっちゃったと思って、なんかインスタに集合って書こうと思ってたら、しかもあのこっからのダンスめっちゃ好きとか、こっからのトラック好きとか最初そう打ってたら、あの国歌が毎回国歌になって、あの感じででもマイガーってやって、なんかだから基本的にひらがなで投稿しちゃいました。あと最初半角で、半角英語みたいなやつで投稿しちゃったし、はい、またちょっと余裕ある方はメインがインスタライブしてるってよってつぶやいといてもらいます。いつも人任せなんだよねちょっとはいお願いします。今ねいきなりインスタライブ見ていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、あのさっき実はちょろっとインスタライブやってて、であの10時からミュージックビデオをみんなで一緒に見ようって言って、それでミュージックビデオをフルで見て、であのインスタライブに帰ってきてみんなと振り返ろうみたいな感じのインスタライブです。みんな帰ってきてとりあえずちょっと今日あの夜ナイトもあるんで、時間なんかまあ35分ぐらいまでかなって思ってるんで、ちょっとなんとなくいろいろなお話ししていこうかなと思います。インスタライブさっきまで2回目だったけど3回目だって書いてくれた人いた。確かに今日だけでも2回もできた。改めまして、本日ドゥドゥン Rise Goes On というニューシングルを発売いたしました。はい、こちらライアーライアーのオープニング主題歌 Rise Goes On と Get Into the Abyss Mare メインバージョン、まあ、Abyss Mare というユニットのメインバージョンで、Glory という楽曲は Master of Skill for the Glory、 こちらの中国で大人気の作品があるんですけれども、そちらの日本語版主題歌というのを担当させていただいております。はい、で今回、まあ、何度もお話ししてますけれども、さっきまでミュージックビデオのフルサイズがアップされて、なのであのそれを一緒に見てました。今までは2コーラス版というのがショートバージョンなんですけれども、それをお届けしていたんですけれども、そちらで、たくさん見ていただいてありがとうございます。今日からもうフルも YouTube にアップされていますので、もしよかったらね、たくさんこのフルも見てほしいなと思ってます。 MV 最後の最後までかっこよかったと、ありがとうございます。どうだった、みんなどうかっこよかったの、私みんなからのコメントまでちょっと時間があるから、私が喋ると白と黒がテーマなんで、やっぱ嘘と本当みたいなのがテーマなんで、だから白い背景と黒い背景とみたいな感じで分かれてて、だから前半1番は割と白多め で2番に入った瞬間、まあ、ちょっと暗いところでやってて、で最後のサビはこう白黒白黒みたいな、どっちが本当なんだい、どっちがメインなんだいみたいな、どっちが嘘なんだいみたいな、でも嘘も本当もどっちもあるよみたいな、なんか嘘と本当ってなんかこう、まあ、嘘ついちゃダメだし基本的に、だけど私はそのなんだろうな、時に自分を高める嘘でありたいって思いで、この歌詞を書かせていただいて、古谷さんと一緒に書かせていただいてるんですけど、よりまあ私が書いた歌詞をより素敵にアニメに合った世界観とキャッチーなことを古谷さんが追加してくださってるんですけど、でももともと Rise Goes On っていうタイトルがパッと浮かんで、Life Goes On みたいな感じで、嘘をつき続けて嘘を真実に変えてやれっていう、そんな思いで、歌詞を書いたので、はい、なのでこう世の中生きていく上で嘘をま、ゼロみたいなよりも、時になんかこう自分をね高める嘘とかもなんか時々つきながら、そう真実と嘘どっちもあるのがまた人生であり、人間的なこう深さというか魅力なんじゃないかなっていうのがテーマです。みんななんかさっきすっごい書いてくれてた、ダンスがキレキレだったって、ありがとう。そうなんか今回ね、特にミュージックビデオでここまでダンスしたのは初めてで、ダンスライブっていうのが今年あったんですけど、それをきっかけにもっともっとちょっと踊る曲も増やしたいなと思って、で今回ジュブナイルさんとテディロイドさんがトラックも、まあ、作曲もそうですけど作ってくださったということで、なんかこうダンスもねいつもよりもすごくこう踊るのが合うかなと思って、それで、ダンサーさんにも6人入っていただいて、で、やっています。はい、
からなんかまあライブでねやるときはやっぱマイクも使うからあれだけど、でも今後ねあんだけこう踊りながらのパフォーマンスもまたダンスライブハングビートもあのシリーズっぽくしたいなと思ってるんで、そこでできたらいいなと思いますね。でもさ、もう普通に歌うだけでさ、もともとレコーディングを終えてフルサイズをライブで歌うのめっちゃ頑張らなかんと思ってて、だからそう、まあもうあの実はライブで披露したことがあるんですけど、本当に大変でした、フルで歌うのは。ライブで早く見たいです、ありがとう。ライブでね、あの本当ライブ映えする楽曲なので、途中さ、2番の B メロあってさ、2サビに行くかと思ったらさ、そのいきなりこう DJ タイムみたいな感じでトラックがこうグググってなるとこになるじゃん。あれがまたいいですよね。なんかライブで、あそこどういう感じでみんな楽しんでくれるのかなとかっていうのはすごい気になってますね。ビートとジャムどっちも見たい。ハングビートとハングジャム、まあ、ハングビートはダンスライブであの今年初めてだったんですけど、ハングジャムはアコースティックライブをもうずっとシリーズでやっていて、ハングジャムでライズゴーゾーンね。でもライズゴーゾーン My Roy is a liar、 森もないような声も真っ黒の実。あ、でもバラードバージョンとかにするとかじゃなくて、あのカホーンとかパーカッションとかで、I got a liar、 あのみたいな過去も真っ赤に塗られた真実も、これぐらいめっちゃ合いそうじゃない？え、やばいね、ハングジャムでいつかやろう。え、やばそうやばそう。なんかハングジャムアコースティックアレンジっていうと一瞬バラードかなとか思ったけど、ちょっと小編成のさ、うん、なんかいい気がした今。あとはなんかな、 MV のなんかあったかな。そうそう、あと何気に私あのライブで特にさっき髪が伸びてきたんでポニーテールで結構やることも多いんですけど、多分初18年ぐらいキャリアしてきてポニーテール MV 初かもしれない、うん、な気がします。とかあと割と足出しがちなんですけど、ホットパンツじゃないのも珍しいし、ちょっとあれミニスカートで踊ってて、でロングブーツっていうのもめちゃめちゃ珍しいんじゃないかな。はい、だからアカペラやばいって、なんか今ちょうどそのコメントがバーってきた。いやもうなんかもういつでも、もうすぐ歌うから私歌うの大好きだからすぐ歌うから、ポニテ好きにはたまらないと。そうそう、だからねポニテも何気珍しいし、髪伸びたからね。あと長袖も何気珍しくて、私あの自分の、 あの肩の筋肉が大好きなんですよ。だから肩マッチョを割と見せびらかしでライブとかも常にすぐペンで脱いでイエーみたいな感じで筋肉見せるんですけど、あの今回長袖で珍しく、あのなんだろう、アグレッシブな衣装なのに長袖を着てるからちょっと珍しいんじゃないかなって。だからそう、長袖でミニスカートでロングブーツでポニテでのミュージックビデオっていうのは、なんかライブを来てくれてる方はね、なんか見慣れてる部分もちょっとありますけれども、そう結構あの珍しいんじゃないかなと思ってます。ダンスのポイントはありますか？ちょっといつになるか分かんないんだけど、あの TikTok もちょっとあのアップしたいなって思ってて、あの少し前に TikTok はなんか何気に作ったんだけどあんまりアップできてなくて、でダンサーさんと一緒に踊ってる動画とか、なんかこうか顔を触る振りがあるんですよ。なんかなんまる、あかれさらいや、まるいさらいや、だらら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 らだらららら、真実で、どこだ？そう、ここが、あの、こう顔触るから、だから嘘をつく人って顔触られるっていうのをよく言うじゃないですか。だからここを、こうなんか、やると楽しいと思うけど、でもだからといって別にライブで、あの、みんながいきなり、こう触ったら、それはそれでちょっとなんか面白くすぎるのかもしれない。え、みんななんか、ね、ライブ、でもライブ多分そんな余裕ないよみんな。絶対もう、ウェーイってなって、I got a liar, みたいな、影も真っ赤に塗られた真実。もうでもこんなもうぶち上げ系。そう、だから、あのなんかもうこう、なんていうの？ダンス練習したいみたいな感じで思ってるくれてる方がいたら、ここをちょっと意識してやると楽しいんじゃないかなと思います。あとは何かな？あと爪を立てるとか、爪を立てるがこうグワーってやるんですよ。
そう、これは結構ダンサーさんも意識していて、で、ライズ・ゴーズ・オンの、解禁のタイミングで私ワンマンライブをさせてもらってたので、だから情報がない時からダンサーさんともちろんこう振り付けのリハーサルがあったんですけど、その時男子ダンサーズだったんで、ミツ、トラ、まあ、おなじみのメンバーなんですけど、この男性2人がライブのサポートをしてくれていて、でその時に爪を立てるの、この爪を立てるをちゃんと、なんかもっと、なんていうの、手の動きとしてなんかこういう感じで振り付けを一瞬してて、たら中で踊ってくれてるクリンちゃんってダンサーの方が振り付けをしてくださってるんですけど、ちゃんと爪を立ててくださいって言ってた。そう、だから私結構ここ好きだからこうグワッてやってんだけど、だここはすごいポイントだと思う。ちゃんと爪を立てるってだから MV ではちゃんとトラもミツも爪立ててるんで、はい、皆さんもここなんかでもこうやっててさ、なんかまあ、うん、ちょっとなんか爪意識してもいいんじゃない、隣の人とか周りの人に迷惑にならなかったら。うん、でも私さ思うんだけどさ、みんなで一緒に振り付けしようみたいな曲も結構あるんですよ。でもそれはなんかこうそういう曲じゃん。でもこれはなんか、あ、次爪立てなかんとか、あ、ここ次これ触らなかんとか、なんかそういうの嫌なんですよ。みんなにはもう本能のまま I got it alive みたいな曲だから、これはもうなんかそういうことじゃなくて、もう本当にみんなにぶち上がってほしいなって思ってます。はい、え、あとなんか他にありますか。さあ、ガオね、爪を立てそうなポスターのお姉さん、あ、こちら私です。あ、ミツだ、こんばんはガオって、ね、ミツさんなんか怒られてましたよね。うちの事務所の社長にも言われてましたよね、爪を立てなさいと。振付師さんだけじゃなく。おでこ解説って何？なんかそのショート見てた時におでこ部長可愛いみたいな感じで書いてくれてたんですよ。だけどそう、風が何気ピューってなってて、だからある種事故なんですよ。やっぱ前髪さ、このぐらいのさ人さ、こうブワってさおでこ上がったらめっちゃ嫌じゃない？だから基本的に写真とか撮る時も風当てる時ってあるんですけど、ここがブワってならないようにきちんと当ててもらうんですよ。でもあれ屋外で撮ってるから、自然にこう髪がなびいちゃって、でもなんかいい感じですよね。なんかこうなったらさめっちゃダサいじゃん。でもなんかちゃんとこうなってたっていうか、でもそれもね、私風をやっぱもうキャリア18年になると風を感じれちゃうわけだから、こう風が来てるからこうじゃないなみたいな、こうやったらこっち行っちゃうから、もうこういう風だからこのままこうしてこう顔みたいな感じでやってた気がする。そう、風をも味方につけた私メインの新曲ライズゴーゾーンです。皆さんぜひ聴いてください。はーい、意図的におでこ出したのかと思った、違います。あとはそうですね、なんかあるかな、なんか質問あります？みんなの質問出たらなんかいろいろ思い出すわ話。あとなんか、まあ、でもライズゴーゾーンのね MV の感想ももちろんですし、あと CD 聞いたよっていう方もいらっしゃいますか？はい、ちょっとねちょいちょいやっぱ来てくれますね。ライズゴーゾーンニューシングル今日発売になりました。はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。 CD もお手に取っていただきたいですし、もちろん配信サイトで、配信リリースもされてますので、サブスクだったり配信もチェックしていただきたいです。ダンスどれくらい練習しました？でもいつものリハーサルよりはだいぶ練習しましたね、やっぱり。はい、なんだっけ、フル上げしてよって、 ありがとうございます。渋谷アイビジョン見ました。あ、そう、渋谷で今ビジョンで CM も流れています。ドラゴンズ、あ、ドラゴンズ今日も見れてないの。今日の試合どうだったんだろう。これからシングル、これから買ってきたシングル聴きまくります。よろしくお願いします。そう、本当に今の私ですごく歌詞が書けたなと思っていて、ライズゴーゾーンも嘘がテーマではあるんですけど、自分自身を高める嘘っていう意味でまだまだできんだろうみたいな、なんかそういう思いで歌詞を書きたいなと思ったから、なんかこう今の私が詰まった歌だし、ゲットイントゥザアビスメアンもアビスメアンのユニットをさせていただいてるので、それのメインバージョンではあるんですけど、なんだろう、好きなものにハマっちゃうって沼
だよねっていうオタク心の気持ちというか、まあ、これはあの歌姫ユニットというかアビスメアっていうのがすごくこうかっこいいユニットなので、あなたたち私たちにハマったらこれから普通の音楽聴けなくなりますけどいいですかっていう、こういうちょっと上から目線な曲を作りたいなとは思ってたんだけど、なんか私も今あのご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、ドラゴンズの大オタクとしてあの毎日を過ごす中で、あなんかもう毎日最高っていうこの幸せっていう時と、あとドラゴンズを好きになったがためにこんなに苦しい思いもしなきゃいけないのか、もう好きにならない、好きになんかならなきゃよかったみたいな、だけど好きなんかならなきゃよかったチラみたいな、でそれなんか今日最高やっと大好きみたいな、なんかあるじゃないですか。これってなんか別にドラゴンズだけじゃなくて、まあ、野球とかまあ他のスポーツもそうですし、あとはなんか好きなねあのこう作品とか好きな人とか好きなアイドルとかみんなに対してそうじゃん。でさ、なんか休みもさあの全部さ時間もお金も全部使っちゃうわけよ。だからさもう沼って幸せな悪夢って思ったの。この幸せな悪夢っていうのがゲットイントザビスメアです。やっぱりさ、なんかそのなんていうの、作品もあるからもちろんそのドラゴンズの歌ではないし、なんかそんなすごいさ私欲っていうの、なんか自分だけの感情で曲を書いてるわけじゃないので、ただやっぱりこのドラゴンズを大好きになったことでこの誰かを応援したいって思う気持ちとかっていうのが、私はやっぱりこうみんなに応援してもらってるからさ、みんなにありがとうっていう気持ちでは今まで楽曲が書けたけど、なんかある種そのアビスメアのなんか沼へようこそみたいな気持ちはなんか書けてよかったなってすごく思ってます。グローリーもだからそんな歌詞カードをこうあぶり出ししたりとか、あのこうなんかすかすと私のドラゴンズオタクの気持ちが出てくるんですけど、なんかこう趣味がこうプロになった自覚証明みたいなものを歌詞にしていて、だからあのなんだろうな、こう私はとにかく野球を見ていて、ドラゴンズねすごくこう、まあ、悲しいことだったりとか寂しい時とかなんかあるけど、見ていて悔しい気持ちだったり、でも何が一番って、私はあの自分もすごい共感することがすごく多くて、なんか勝手な想像ですよ、だけどあのちっちゃい時から多分最初野球が好きみたいな気持ちから始まって、でプロになって、だから私はどんな時もあの多分ファンの人のためとかで野球をしなきゃいけないんだけど、でもやっぱり自分のためにも野球をしていってほしいなって気持ちがあるんですよ。だからプロになってもプロだからこそ誰かのためにそのパフォーマンスをお届けしなきゃいけない気持ちで、そしてそれへの感謝の気持ちプラス、やっぱり私この歌が大好きだ、この趣味大好きだってずっと変わらず思い続ける気持ち、それを両方書きたいなと思って、なんかその両方を持ってる人こそが最高のプロなんじゃないかなって私は思ってるの。だからそんな勝手に野球選手の方の気持ちを憑依させて、で私は逆に歌手としての気持ちもそこでこうなんか改めて思い出させてもらえたっていうか、うん、だからあのこのグローリーとか、まあ、ライズゴーズもそうです、全ての楽曲をなんか今のメインとして歌詞が書けたなって思ってるんで、なんか本当にあの嘘がテーマのシングルではありますけれども、全てがあの本当に嘘偽りない今 の, あのメインの、作品になることができたなと思ってます。そうだからさ、限られたあの字数ではあるんですけど、あのみんなへの感謝プラス、でもみんなの感謝のなんかみんなからもらったパワーをちゃんと自分のパワーに変えたのも自分自身なんだよっていう、ちゃんと自己肯定の気持ちを入れたいなと思って、そうなんかみんなにさ、みんな頑張ってる時にちゃんとなんかでもあなたが頑張ったからだよって、でそれをちゃんと自分で認めてあげる瞬間があってもいいんじゃないかなと思う。よくさ周りに感謝をみたいな方がさメッセージとしてよくあるじゃん、いろんな人からも言われるし、で大前提としてやっぱ感謝するって大事なんだけど、でも自分も最高だったよ今日、自分が今日頑張ったんだぞっていうこの自己肯定の気持ちもうちゃんと届けたいって思いからグローリーは歌詞を書いてるので、ちょっとフルサイズでもう毎日やっぱみんないろんなことあんじゃん、なんかそんなさあの趣味を仕事にしたっていう言い方をするとすごいねあの職種がかけられるような言い方にもなりますけど、でも毎日みんなさいろんなお仕事があったりさ、学生のみんなも毎日大変だけどでもなんか頑張ろうみたいな気持ちで毎日頑張ってるでしょ。だからそんな頑張ってるみんなの背中を押せるようなそんな楽曲を作りたいと思って、グローリーもそしてライズゴーズオンもそんな前向きな気持ちで作っているので、本当にねあのこの3曲を皆さんのメインテーマにしてもらいたいなと思います。やだ私言ったら
インスタライブなのにすっごく真面目にしちゃった。なんか皆さんしょうもない質問とかないの？やっぱリリースだとさ、アーティストメインさん出ちゃうよね。ちなみに火曜日に、あいまいみまメインっていう配信の番組やってるんですけど、本当に、たまに真面目に音楽の話してるんですけど、すごく雑談もしてるので、もしよかったらぜひそちらも見ていただきたいなと思います。あと、何かな、さっき始まる前はね、ちょっと旅スメアの話もしていて、はい。あ、池袋のマクフェス行ってきましたってコメントも今来ました。すごい、楽しかったよね。ゲームとかもあって。そうそう。あと、シェリルとランカが目の前にいると思って。びっくりしちゃった、私。今日ご飯何食べたの？あ、サーモンとイクラ丼。部長の存在に助けられてありがとう。睡眠時間何時間ですか？忘れちゃったけど今日すごく寝不足。この後夜ナイトだからお仕事まだ続くんですけど、もう鷲崎さんと喋ってる時はもうただね、笑ってればいいか。青木さんと鷲崎さんだからさ、もうただガハガハ笑ってれば多分一瞬で時が過ぎてしまうので。眠気も吹っ飛んじゃいますね。大石さんに褒められてましたね。あーね、大石さんいつもね、褒めてくださるからね。まだ何も食べてない人もいるの？10時で？お疲れ、なんか忙しかったの？しかもさ、なんかいわゆるデパ地下で買ったんですよ、そのいくら丼を。で、半額になるショップじゃなくて、なんか、なんていうの、例えば夜とかだとさ、なんか全部半額みたいになる時たまにあるじゃないですか。でも、半額とかになってなくて、ただなんか、甲子園が、私今日とか最後まで見れてなかったんだけど、慶応が優勝されました。で、その慶応優勝記念半額って書いてあった。だからそうなんだって、そこで私は結果を知るっていう、そのサーモンいくら丼の半額で慶応をそこで祝いました、はい。顔が近いからほっぺのプニプニ感が伝わってくる。やだ、どこ見てんのよ。好きな言葉はタイムセール。あ、わかる。あとお値打ち。なんか数学とかできないけど、なんか何割引きみたいなさ、計算すぐできるんだよね。 Hello from to Mexico. Wow, thank you. ねえ、めっちゃあっという間じゃない？もうだいたい30分ぐらい話してるの。あっという間だね。かわいいスクショって、スクショ撮ってもいいんだけどさ、本当にさ、なんか白目だったら絶対にアップしたり保存したりしないでね。本当になんか、これはメインさんかわいくスクショできたなと思ってたら全然なんか、アップしといて。でもなんかね、基本的になんか漏れてるやつアップしてくれてなと思いますけど、白目だったら拡散禁止です。インドネシアのコンサートはどうでしたか？あ、そう、だから海外もずっと行かせてもらってるんですけど、やっぱコロナ禍で全然ね、海外、なかなか行けなくなっちゃったんで、本当にジャカルタで久々にライブができて、すごく嬉しかったです。今年本当はもっと行きたいなと思ってるので、また行けるように頑張ります。あとは、10月17、18日に、東京で、バースデーを記念したライブをやりますので、ぜひぜひ、平日にはなってしまうんですけれども、2days ブラック&ホワイトというライブで、で、ブラックデー、ホワイトデーって分けるわけではないんですけれども、でも今回のライズゴーゾーン的にも、こう、嘘と真実の共存というか、どっち？嘘なの？本当なの？これはメインなの？メインじゃないの？みたいなのがありながらも、でも、正解はどっちもがあることが、やっぱり私は、なんか、こだわりというか、嘘もあるし、真実もある、それがやっぱ人間だし、それこそがなんか、人生の豊かさじゃない？みたいな。だから、あえてブラックオアホワイトではなく、ブラック&ホワイトにしたんですね。だから、ちょっとセットリストはもちろん変えようかなと思ってるので、あ、よりちょっと今日ブラック濃いめだったねとか、今日の公演はホワイト多めだったねみたいなのは絶対作りたいなと思ってるけど、はい、なんかそうやって、セットリストそれぞれ楽しいポイントを作りながら作ろうと思ってるので、2days 来ていただけたらもちろん 2days 分楽しんでいただけますし、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。あとお知らせ的には、さっき、みんなで一回解散する前にお知らせしたんだっけな、多分。
途中からね来ていただいている方もいらっしゃると思うので、ずっと見てくれている方は改めましてですが、9月1日に私地元が名古屋なので、ボンバーイってあのメーテレの音楽番組のライブに参加させていただきます。でこちらがあのライブハウスで実際に公開収録っていうことで、なんか公開収録のライブっていうと なんていうの普通にテレビの前でただっていうか、もちろん最高にパフォーマンスをしてるんですけどっていう雰囲気じゃなくて、もうもろライブです。で、このためだけに来ていただいてもめちゃめちゃ楽しんでいただけるんじゃないかなって正直思います。私的にもセットリストもめちゃめちゃチャレンジで、で、やっぱ名古屋だからこそ歌いたい曲とかもあって、はい、なので、地元へのその愛っていうのを爆発させられるような、そんなセットリストにしたいなと思ってセットリストを組んだ時に、本当に、ワンマンではないですけど、みんな最後まで本当に生き残れんのかいっていう、そんなライブになってますので、ぜひぜひ、名古屋の方、東海エリアの方、それだけじゃなくて名古屋すごく近いですからね、もし時間ありましたら他のエリアからもこのボンバーイのライブの方もチェックしていただけたら嬉しいなと思ってます。そして発売を記念してリリースイベントも東京と大阪でありまして、東京は、池袋と、渋谷と秋葉原で、名古屋でもあります。で名古屋が、9月3日にリリーベありまして、そのちょっと詳しくはね SNS だったりホームページで確認していただきたいんですけれども、店舗さんで整理券参加券っていうのを配っていますので、 CD を購入していただいて、こちらのリリーベにも足を運んでいただきたいなと思います。なんかこう新曲をさ、そこでもちろん歌うからさ、なんか初めてこうみんなの熱量を感じれるんですよ、そこで曲の。特にゲットイントゥーとかもライズゴーズオンも披露したことはあるとはいえ、まだまだその育て途中の楽曲でもありますから、そうだから最初にこう、あこの曲こうしていくわみたいな方向性の決定っていうの、それがリリーベなんですよ私的に。いつもそうだから、皆さんと今後のねライブの音楽作りみたいな場所でもあると私は思っているので、リリースイベント名古屋と東京、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。ねえごめんね、私もさ大阪関西行きたかったんだけどさ、関西はイベントには参加させていただきます。宮古プレミアムっていうイベントは、12月かな、はい、発表されまして、そちらイベント自体には初めて行かせていただいて、京都はめっちゃ久々なんですごい楽しみだなと思ってるんで、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。えどうしよう、あと2分しかない、どうしようどうしよう、なんかあるみんな、福岡もそうだよね。もうそんなエリア言い出したら切りないよ。だって47都道府県本当やりたいぐらいだもん。そう、ファンクラブイベントもありますのでね、もしよかったらぜひ遊びに来てください。ねえ、ほんといろんなところからみんな見てくれてんだね。北海道おいでって。エスコンは行った。エスコンもまた行きたい。でも、もうなんかこの前もさ、北海道のラジオ出させてもらってさ、北海道でまた会いましょう。ちなみにエスコンには行きました。エスコンではプライベートメインに会えたら、その時は、よろしくみたいな、なんか謎のコメントしちゃった。メインさんのラジオなのに、その時はプライベートメインさんですけど、皆さんよろしくお願いしますみたいな謎なラジオコメントをしてしまいましたね。いやーね、やっぱライブやりたいよね。特になんか今回さ、すごくライブナンバーができたので、2回インスタライブやってると、なんかどこまでを今話したのかなという気持ちになっちゃうんだけど、なんかぶち上がる楽曲だなと思ってて、本当に自由にみんなトラックにこうなんていうの、体を預けながら自由にこう踊ってほしいなと思ってる楽曲で、振り付けもすごくあるので、ダンスをなんかみんなお家でね楽しむために練習したりとかしてもらいたいなと思うんですけど、ライブはこう次の振り付けなんだっけとかじゃなくて、もうこうすごい揺れてめちゃめちゃアグレッシブに盛り上がれるナンバーなんじゃないかなと思ってるんで、はい、もうとにかくライブが楽しみになってる、そんなシングルを発売することができました。皆さんぜひぜひ本日発売になりましたので、こちらたくさん聴いてください。 CD をお手に取っていただいているリーベにも遊びに来てください。もちろん配信も、されているので、配信でもたくさん聴いていただきたいですし、先ほど公開になったミュージックビデオ YouTube でフルサイズアップされております。ショートバージョンが20万再生で、本当にたくさんの方に見ていただいてありがとうございます。フルはそれ以上の方に見ていただきたいなと思っておりますので、皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。じゃあねみんな、この後さ、12時から夜ナイト出させていただくので、
はい、ニコニコとかで超 A&G で聞けますので、そちら見ていただきたい、聞きたい、聞いていただきたいなと思います。登り惜しいね、みんな。また会おう。また今度はちょっとなんか急にやるかもしれないから、その時はその時でよろしく。じゃあねー、みんなバイバーイ。またねー。バイバイ。切ります。